アリル元の構造アリル化合物とは、ニプロペニル元 CH2CH CH イコール CH2 を持つ化合物の総称である。ニプロペニル元はアリル元とも呼ばれ、IUPAC 命名法では関用名とされる。ただし、イソプロピル元などとは異なり、アリル元をさらに痴漢命名法で誘導した名称を使用できる。なお、日本語表記においては、 R と L を区別できないことから、方向属元を示すアリールグループは、本記事のアリール元と区別するため、アリール元と自訳することになっているので、注意が必要である。アリールの語源は、ユリカネギ属の属名アリウムに由来する。ネギ、玉ねぎ、ラッキョウ、ニンニクなど、ネギ属の植物には硫化アリルをはじめとする、アリール元を有する有機溶化合物が多く、含まれている。 アリル化合物、特に1位に電子吸域性や電子共有性の原子あるいは元を持つアリル化合物は反応性に富み主樹の反応や重合反応に利用される。ある県において二重結合に隣接する炭素の位置をアリルクライと呼ぶ。これはアリル化合物に限らず、例えば1壁線の3位やシクロ壁線の3、または6位もアリルクライと呼ばれる。 アリルくらいの炭素は、アルカンと同じ sp3 炭素であるが、二重結合の作用により特徴的な性質を示す。上から、アリルカチオン、アリルアニオン、アリルラジカルアリル元が有利したカルボカチオン、カルボアニオン、ラジカルはいずれも共鳴により安定化される。そのため、アリルイに脱力を持つ化合物は、SN1 反応など、 アリル元の中で二重結合の位置がシフトする定位反応を起こす。ウォールチーグラー反応において周素が選択的にアリル位に導入されるのは中間体のアリルラジカルが安定なためである。アリル元はアルコールやアミンの保護器として用いられる。パラジウム触媒などで脱保護される。立体化学においては炭素炭素二重結合の骨格が平面構造を取ることで アリルくらいの置換気は立体配置に関して特徴的な影響を受ける。アリルアニオンが金属作体の配置となった場合、ハプト数はイータ1、イータ2、イータ3の3通りの可能性がある。ありがとうございます。